よく戦ったな、友よ。貴公の戦いぶり、実に見事だった。これほどの強者が無名でいたとは。今まさに天に昇らんとする竜を見た思いよ。功を競い合った友は別れ際に笑顔を残し戦場に散った。守るべき者のため拙者はどこへ向かうべきか。竜のごとき強者よ、貴公は道を示してくれた。この超死竜、乱世を貫くそうしたらん。たとえ100万の軍勢を押し寄せようと、麒麟のごとく太平への道を切り開かん。この山を奪還し、友の無念に報いるぞ。おや、初めて見る顔だね。どっから来たんだい？ま、獲物の良し悪しが生死を分ける。違うかい？おっと失礼。あたいは主家、旅の鍛冶師でね。一流目指して腕に磨きをかけ、あたいの仕事を見ていきなって。損はさせない。民を救うためならこの身果てようと。どうする？そのものだな。助立ちいたそうだ。さあどうする？せっかく得た品だ。大事にされよ。この辺り何かあるはず。薄々感じておる。勉強は違う。頼んだよ。どうする？太平の世のためこの槍を振るわん。助立ちいたそう。ここからは攻勢に出るぞ。さあ、どうする？ここが形状と知ってのことか。天中衆の女ともども餌食となるがいい。近づけたか。助かった。ありがとう。命拾いしたな。しかし礼を言うならこっちにだ。私の名は高尚。合金のことを調べているの。その玉、拙者は一度戻らねばならん。合金の本拠高層の砦に向かうといい。貴公のような猛者が加われば官軍も勢いづこう。私も連れて行ってくれない？早まるな、益徳。その御仁は私を救ってくれたのだ。あなんだ、勘違いだ。すまんな。よし、それだけ強えなら腕比べだ。どっちが黄金を多く倒すか、この調子と一緒に一暴れしようじゃねえか。劉備と申す。弟らと共に義勇兵を率いている。すまぬが雲長へ私もすぐ後を追う。昔このそれにちなんであんまり幸先良さそうなの。おかげで味方の義勇軍どもがブルっちまってよ。こうとしながらやっちまった。お前も自由兵だ。一味違うところ見せろよな。二つの物語だ。全国の申す通りだ。兄者に従い、この谷に参陣したが、手勢の少ない我らだけでは攻めあぐねておったのだ。覚えてるよ。世間噂、あんたにひいきにして。つまでもない。一番強いのは玄徳の兄じゃよ。言えてる。ちげえねえ。武勇だけでは世や人を救えぬ。だからこそ我らは兄者について塩らしいじゃねえか。腹でも減ってんのかな。物欲しそうな顔しやがって。愛らしい妖魔もいたものよ。これヒゲは食うでない。誰か女王様に知らせろ。のご恩必ずや報いよう。すまねえ、これは絶対返せ。品ではあるまいか。光将軍様、敵は目前に迫っております。ここはどうか撤退のご指示を。ただひたすらに皇天の世を目指すのだ。我らの道を阻む者だ。悔い改めるがよい。ごたくはあの世で並べやがれ。兄貴、久しぶりに例のもたもたすんなや、ほら。天なる竜よ、我らが固き絆と志、ご昇覧あれ。無法者上等だ。腐った役人は法じゃ裁けねえ。義による刃を手にかけた悪党は数知れずだが、拉致が明かねえ。戦続きじゃ千人ばかりが死んでいく。この武は罪なき人々を救うため振るうべし。ただの荒くれでは終われねえ。世に笑顔を取り戻してやる。青龍のごとき強き義兄の志をもって。公演以来だ。グッときたぜ。うん、久々に魂が震えたぞ。兄者、ご無事で。黄金の兵らはここから撤退したようだ。祭壇の奥から高層へ抜けられよう。我らも後を追う。また追おう。それまで勝手に死ぬんじゃねえぞ。10万対2万だ。策はあるのか、曹操殿。いずれかが餌となり敵を引きつける。その隙に別動隊が聴覚を狙う。悪くない。だがどう迂回させる。聴覚もバカではない。備えを残されると。おう、うん、先ほど見つけた裏道です。攻めるならここかと。気に入った。とんだ広いものだ。こやつはわしが連れて行くぞ。好きにされよ。虎殿は言い出したら聞かんからな。この孫権についてこい。手柄を立てたいのならな。ちらの崖が裏道へ繋がっています。ついてきてください。盲点だったな。しかしお主がどうやって知った？邪悪に乱れた気の流れ、それを遡り気の流れ。強くなってきた。この孫権、腕が鳴るわ。やあ、調子はどうだい？また入りよ。この方はあたいを一流目指して旅のおえでもこんな戦場よかったらそれじゃあここでの仕事が一度。やあ、調子はどうだい？また入りようがあったら遠慮なく言ってよね。殿が待っておろう。虎殿が待っておろう。敵兵も精鋭そうだな。総大将聴覚とやらの掲げる理想を信じて最後の一兵まで捨て身の戦いを挑んでくるであろう。曹殿と共にこの砦の攻略を拝命をしたが、念願のあてもなく先日に窮していたところなんです。面構えを見る限り相当な視線をくぐり抜けてきたようだな。頼もしい限りよ。この様相だとかなりの激戦があったようだ。敵陣の正面となれば無理もない。用心は怠るなよ。下がれ。待て、この辺りに何かありそうだ。権利品だ。好きにしろ。せいでこの国は乱れきってしまった。戦場には悪鬼のごとき妖魔がはびこり、民衆の惨状は見るに堪える。先を見抜くようなあの戦術眼や人材の活用、あの男を敵に回したらと考えると恐ろしくなるほどだ。さあ、参ろうか。慎重に進め、死なたくなければな。ほれ、早う飲まねば巻き返す手は他にないぞ。天下大吉。奴が聴覚か。見ろ、ここまでよ。さあ、参ろうか。奴が聴覚か。さあ参ろう。お見事、わしも遅れは取れんな。討伐のお手柄はお主に持っていかれたな。んだ面妖なやつ、何者だ。なんとまがまがしい気よ。おお、貴公、あの気を見てもおじぬか。義勇兵にしておくにはもったいないな。我ら孫家の竜と競り合う力すまやし虎の一族、その地に宿すは時代を切り開くに足るそう。あの悪しき気はいずれ我らの行く手を阻むであろう。わしか、それとも好敵手たるお主か。どちらが先に世を包む闇を切り裂くか、見ものだな。曹操殿にも知らせねば一足先に戻るぞ。気の乱れはあの男のせいなの。急いで老師様に知らせないと。一緒に来てくれる。人の命運は天に輝く星が示す。世を騒がした黄巾の乱の首謀者張角はその掌声とともに消えました。しかし戦乱は続き、大地から死の匂いは消えません。戦乱の元凶となっていたのは私欲に走る高官たち。その元凶を断つため、英雄たちもまた動き出します。帰ったのかい交渉、老子が心配していたぞ。お客さんかい、珍しいね。うん、そんなところ。ごめん、急いでるから。老子様、老子様、山に妖魔が現れてね。老子が調べに向かったよ。ありがとう。老子様が心配だわ。でも山に行くのならしっかり準備しないと。しゃい。じゃあなかった、おかえりだね。みんなにおかげで腕もね。鍵、どうこのままじゃず。多分あくまで。あくまで多分。外から来たぎ、散らかってしょうがないの。ねえねえ、色字が見つけたら持ってなるほど、ありがとう。また見つけたら交渉も今や老子が死ぬ。めっちゃまた姉さん、まだ里から読み物集め。交渉も老子が死ぬ。どうか、いや、定式の今日の近場里の近場は里の交渉についてきたんだっけ。せっかくわかんないけど里のそおいらもっぱらな。いや本当僕徳や地区間ああいや本当女心僕徳や地区間に夢中。この扉の向準備はいい。わしはこその目つきわしもここに行くばくか。しかしな間無償で真の敵はなるほど、伸びしろは伸びしろは俺は昔業種禁止どうだい。おう待ってたぞ。この舌がしびれるような食感この舌んた確か高所せ何もないお酒にやめず今度お酒にやめずら今度旦那に探してきてもらう。よう、ここが気に入ったのならそういやうちの興味があるなら今度ゆっくりかみさんが欲しがちょっくら出かけかみさんが欲しがちょっくら出かけ来れば会えると聞いてな。この虎褒美というわけでも戦果がなければ獅子孫孫戦果がなく獅子孫孫